さあということでね、まあ結構ないですけど、ちょっと何にちょっとすみません。そんな緊急に始まりますか。いや始まりますよ。いいでしょそれ。久しぶり。お久しぶりです。今日はかけそばもね一緒に見たいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。かけそば J リーグはあれ以来一緒に見て以来あれ以降見に行った 9以来大阪で見たよ。あとだっけ あとか全然あとちょっとだけですね。だって京都でも見てるでしょ。あそうかそうかそうか、忘れちゃった、うん、悪ぶれないよ。ひどすぎるな。かけそばさん注目ポイントというの。注目ポイントはやっぱりブラントですね。おお、はいはい、知ってるね、さすが。はいはいはい。ゼルスの注目をちょっとお願いします。さすがに香川さんでしょ。まあまあまあ、うん、はいはい。いや、でもレオセアラもね、あそうね、J リーグの得点トップの、ランクトップだもん、そうそう。始まりました。始まりました、キックオフです。レオセアラやっぱうまいな。おお、ナイストラップから打っていいんじゃない。いやセレッソ、レオセアラを起点に素晴らしい攻撃。うまかったね。ペイパーペイ。おお。おお。ドルトムント先生。アディミ。アディミが決めたんだ。アディミが先制点、頭で。頭じゃないけど、間違えた。いや、ちょっと見間違いでした。ここで一旦給水しましょう。ちょっと暑さで俺もおかしくなってる、すいません。頭きついよ。オッケーオッケー。全然頭じゃなくて。アディミリー止まってからのこの素晴らしいシュートだね。素晴らしいシュートだったな。やばすぎるぜこれは。わ、ワンピースやった、ワンピース。アディエビやば。早すぎる。いや、ギアセカンドやってたなこれ。あ、ワンピース好きだ。ワンピース大好きなんで。これはエグいスピード。いや、早い、強い。すげえゴール決まりました。まあ、追いつくとは思わないよ。早いわ。うわっ、いやーすげえ軌道入ったの。いや俺も入ったと思った、あの軌道は。やば。はい、前半終了です。いや結構最初はね両チームチャンス来る展開だったけど、はい、一気にこうドルトムントギア入って立て続けに3得点となりました、はい、どうですか。いやもう4分間の間に3得点ですから、うん、でも流れって大事だなって思います。いやそれっぽい発言やめてよ。後半でもこっちにドルトムント攻めてくるからね、かか、うん、楽しみましょう、はいはい、さあということで、なんとね視聴者の方からあのバスキンロビンズ、はい、要は31だよね、はい、正しくはバスキンロビンズだからね、はい、あの差し入れいただきました。これちょっといただきたいと思います。暑いから暑いからそこ最高でしょ、本当に。いやもう冷えた。いいって寒い。いい1に変わりまして背番号8カーシーガーガーバーシェンジシャラロロロロロロあるな。来た来たカガー10でここまで上がってきてる。全然違う。あれ間違えた、26番だ。ちょ、これカットします。いや逃げんなよ。すいません、厳しいって、はい、ついにセレッソにゴールが生まれました。21分、誰だ、誰かな。おいおめでとうございます。いいシュートでしたね、うん、よく滑り込んで朝まで決めたね。おおいおおいいシュート。やば。 今誰がシュート。めっちゃいいシュートだな。いや素晴らしいシュートだったね今の。うん、
うまい、うわぁ、うわぁ、うわぁ、いややばっ、おいおい、いやー、いや、うまい、いやー、素晴らしい、坂田レイヤ選手です。いやー、これはやばいわ、これは本当にうまい、完全に一人で持ってね、一人で二人、三人、三人剥がしたもんね。いやちょっと坂田選手注目です、セレッソの。おお、ここからデイミンにちょっと合わなかった。早っ、いや強っ、 やばいなこれは。あ、デイミンの強さ、いないって。あ、間違えた、今のが無理かな。交代しました、特に。すいません、間違えました。さっきもデイミンって言ってたんですけど、はい、いないですね。ちょっと昨日あのインタビューさせていただいたタイラーさんが投入されました。注目しましょう。あれかな、あっぽいね、身長も結構でかかったね、うん、今触ってるのはそうかな、うんうん、面白い試合でしたね、はい、うん、ゴラッソが多かった、点の取り合い3対2でドルトムントは勝利です。おめでとうございます、うん、いや、坂田選手のゴールちょっとかなり記憶に残るゴールだったね、はい、坂田のすごかったな、面白い試合でしたこれは。